ールシュート多かったしな。1点目パンチング狙われてたよな。キャッチしようとするとがポロリするんや。堂安もせめて枠の中にシュートしてくれ。だからザイオンじゃなく森安を攻めろよ。海外にいるだけで代表に呼ぶのが問題なんだよ。絶対こぼすから詰めておけは確かに効果ありそうだな。というかあらゆるキーパーに対してそうあるべきなんよ。日本ももっと詰めておけばよかった。局面多い。パンチングして相手にポロリの繰り返し。日本代表の PK に翔平大失敗。ボイチに協力するほど J リーグ勝っているのは甘くない。浦和でレギュラー取れずに海外へ。余ったのがザイオン。インドネシア戦はさすがに変えるだろうよ。